巻いてもらったんで、やっぱこれあのキャッチャーのその配球が良かったじゃないですかね、球種のね選択が、はい、外の今度はストレートを選択しました。39歳チーム最年長ベテランのクラ、初球を叩いた、センター前にボールが落ちた、ボールは内野に帰ってくる、中継されて本塁には戻ってきません。ロペスが帰って、しかしこれでジャイアンツがまたしても勝ち越しに成功。鬼の形相はマウンド上の大瀬良、打ち取って2アウトまでこぎつけた片岡の初球に油断があったわけではないんでしょうけどね、平野さん。油断はしてないですよ、油断はしてないんですけれども、やっぱり今日は甘いもんね、甘い、はい、全体的にね、今のはスライダーなんだけども、はい、曲がってないもんね。あ、なるほどね、うん、でも片岡は、はい、こういう甘いボールっていうのは積極的にどういうケースでも打ってきますから、そこにはもう甘く入ってきましたよね、はい、で片岡の場合はどっちかというと真ん中よりも外よりも坂本と逆にインサイドの厳しいボールの方が結構詰まるんですよ。あ、なるほどね、真ん中から外のボールは